はい、はい、S って何ですか。 S は SVC の S、 サブジェクト、サブジェクト、サブジェクト、主語、分かんなくてやってたんですよ、はいはいはい、そうなんです、サブジェクトなんです、サブジェクト、はいはい、で B が Verb 動詞と Verb 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 So repeat after me Verb こんな感じで言うか。Hey man, what it do? It's your boy S to the H O, and you're now watching Hip Hop で丸め英語チャンネル。Yes, S to my Yuki, baby. はい。ということで、はい、今日はあの記念すべき第1回ということで、おついに、はい、あの始まりますか。始まっていきますね。なんか書いてありますけれども、はい、あの Get your popcorn ready. ポップコーンでも食べながらちょっとみんなあのリラックスしてレッドバックしてちょっと聞いていただきたいなと思います。お願いします。はい、今日はですね、説明するのが、うん、文系っていうやつをちょっとこれから苦手です。苦手ですか、ええ、あの、まあ、ヒップホップのリリックも含めて、うん、もうあらゆる英文っていうのは、はい、大体5つの文系のいずれかに分類されるっていうふうに言われてるんです。ほー、はい、やったね。やったっしょ。中学の時そう、SV とか SV なんかそうそうそう、やりました。あれです。で、あれを今日ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、忘れちゃったよ。まずはおなじみの、エミネムの お、Hi, my name is、 はい、my name is からの My name is Slim Shady というこの、リリックをですね、受けていきたいと思います。意味はわかりますよ。はい、ちょっと、はい、ちょ言ってみてしょ。私の名前はスリム・シェイディです。はい、もう100点同じ言うから、はい、まあ、いいで、My name、 これが、まあ、私の名前ということでこの文の主語になっています。そう、主語、まあ、要はその何誰々が何々かっていう風になってるんですね、うん、で、スリム・シェイディっていうのがこれ保護と呼ばれるもので、はい、SVC の C に当たるところ、はい、はい、S って何ですか。 S は SVC の S、 サブジェクト、サブジェクト、サブジェクト、主語、分かんなくてやってたんですよ、はいはい、そうなんです、サブジェクト、サブジェクト、はいはい。でね、 C がねちょっと今カンペ見るんですけれども、うん、カンプリメント、コンプリメント、コンプリメント、はい、コンプリメント。で、 B が Verb 動詞と Verb 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 So repeat after me Verb こんな感じで言うか。で、ですね、この SVC の文において、うん、大事なことは何かっていうと、はい、まあこれ、この文なんか見ていただくと分かると思うんですけど、うん、これショーン・カーターじゃないですよ。おっ、ヒップホップっぽい S イコール C の関係が成り立っているということなんです、はい、はい、で、そのなるほどね、うん、私はスリム・シェイディです。私の名前イコールスリム・シェイディと S イコール C の関係が成り立っているんで、で、まあ、それをつなぐ動詞っていうのが V で、この場合は Is っていうその B 動詞と呼ばれるものですね。 B 動詞、 B 動詞やりましたね、はい、ちょっとこれから B 動詞以外の動詞も扱っていくんですけれども、一旦まずは、この B 動詞っていうのが SVC、S イコール C の関係を成り立たせるというふうに、はい、あの覚えておいていただければと思います。なるほど、はい、記念すべき第1回目、第1回こんな感じで、はい、ちょっとリピートアフターユーしたいですね。 OK, so repeat after me. My name is Slim Shady. My name is Slim Shady. はい、ということで、はい、皆さん次回もぜひよろしくお願いします。はい、こう、今日フレーズが入っている、はい、この曲がフレーズが入っている曲については概要欄に、記載しておりますので、ぜひそちらから曲自体も聴いてみていただければと思います。チェックお願いします。フォローもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。Ha ha 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 ha!